さあではね、始まりました。つむん閣下プレゼンツの 初級者、中級者大会ということでね。だからね、今日はね、解説はあの S さんです。ユン使いの S さん来てくれてますんでね。はい、はい、さあ始まりました。ワンピー側が、沼引きさんですかね。違いますね。ワンピー側がドンクサイさん、ダットリーですね。相手は沼引きさんの竜。さあ、背は両方、なんだよお前。ちょっとすいません、はい、噛みました。はい、ダットリーはコークですね、当たり前ですね。竜は真空、あ、しゃがみでもヒット。さあ、実況ちゃんとしていきたいんですけども、何かしちょっと緊張してます。おっ、さあここで下風呂から大番コーク決まっている。しかし、もしかし真空が刺さる。まず1本選手は布引き。さあ今のはどんな感じですかね、見てますよ、ちゃんと。あ、そうですよ、早いですよ。武器さんすごいと思います俺、正直ね。さあダッキング大番当たらない。中盤で対空していく。さあ立ち回り投げ抜け。さあどうするんでしょう。中足が打って、ダッキングは飛んでいない。トラップしている。ブロってしゃがみ大番当たらない。これは惜しい。いいですね、いいダメージですね。バラ重ねて、瞬間バラ重ねてみたいな感じですね。仕込む仕込む、亀足、これは窮地ですね。でさ、アーム展開だったら結構ね、なんだろう、切り返す仕方ないですよね。結構適当ですね、まあ、緊張しますから、そんなもんですね、仕方ないね。そうですね、上り、まあ、ジャンプグラップ上りボールとか鉄板ですからね。もうこれは美味しい。バラ、瞬間バラ重ねて、コークが出てる。リバーサ、うん、安定ですね。そうですね。確かに。あ、俺レベルなら暴れてるのエスさんですね。さあ、投げが通る。中盤、投げグラップ。さあ、体力的には竜有利だが、ワンチャンありますよ、これ。通せるか、ワンチャン。通らない、まだ通らない。通りそう、やばい。投げが通る。甘えたー、投げこすった。勝ったのはドンクサイですよね。はい、勝ったのはドンクサイさんです。なかなかね、初級者中級者なんですけどレベル高いですよね。ね、って言ったら次俺なんですけどね。次俺ですね。じゃあスマンさんお願いします。はい、つむんです。どうも。今玉ねぎが、試合ということでですね、ちょっと今回だけ、まあ、変わって、喋らせてもらうので、まあ、実況とか、まあ、無理なんで、まあ、一応ね、こういう動画見ながらなんかもう感想みたいな、そういうのをやっていきたいなとか思ってるんで、1P 側がこれ玉ねぎですね。で 2P 側が、カードエ9号ということで、このエントリーする前に事前にこうアンケートの方を、取ってるんですけども、玉ねぎがサードについてどう思うかみたいなんで、面白いけどクソゲーって感じですけど、これどう思いますこれ。ああ確かにね、そういう意味ではまあクソゲーっていう。カドエさんが副業副業って書いてるんですよ。あ、確かにね、副業ですよね。あ、確かに。けどあれですよ、関東の江原さんっていう竜王がいるんですけど、あの人この間抜きさんのチュンリーね、ね、倒せますからね。だからね、だからやれるっていうところをね、証明してくれてますんで、一応頑張ってほしいですけど。と言ってる間に、まあ、うざい波動で、うざい波動でとりあえず負けちゃいました。で、まだちょっと試合と関係ない話なんですけど、かぐえさんなんですけど、実はこの間の僕がビンゴに行った時の動画を見て、サードをこうやろうかなと思ってるみたいで、はい。あ、そう、ひどいラジオ、ひどいラジオ、はい。あれね、あれ、聞いた、これ死んだな。あー、しぶとい。
惜しかった。はい、次は頑張ってもらいましょう。はい、玉ねぎさんの勝利。玉ねぎ勝利ですね。はい、じゃあ帰ります。はい、すいません、見苦しい竜で申し訳ないです。はい、あ、そうですね、ちょっと待ってくださいね。はい、失礼しました。じゃあ次はモンド3対 FK さんですね。さあ、まあ初心者中級者大会なんですけどもね、 FK さんもまあね、中級者出ていいと思う、卒業レベルだと思うんですよ、十分ね。まあ俺はパンピーですけどまあ一応優勝は卒業ですね、そういうことにしておきましょう。さあ、ワンピー側がモンドさん、モンドさんもね、結構大会出てきてくれるんでね、なかなかね、頑張ってます、やる気勢ですね。ルパン、おっと、ここで投げしけから中足大叩き、大足が差し返していく、大叩き暴れる、あー、これはちょっと甘えてますけど、まあ、当たってるから OK なんでしょう。おっと、惜しいですね、クローンに行ってるんですけども、体力リードは FK ですけども、中ボス。さあ、これ S3 的にはね、これどっち有利だったんですか。まあ火力的に考えたらやっぱり剣なんでしょう。めんどくさいです。はい、大勝利でフィニッシュね、ゲージもある、これは美味しいですね、ジャンね。はいはいはい、死後は進みますように。はいはい、投げが通る。さあ、ここで大めんどくさいですね、これでも。あ、剣はアシュラ4だ、何してるんですか。あ、それはそう、あ、普通の回答ありがとうございます。はい、勝利剣フィニッシュ。はい、甘えた100機には勝利でお仕置き。さあ、1対1ですね。さあ、最終ラウンドです。さあ、ゲージ両者結構ありますけど、おっと、これは使ってる、中盤勝利権、これは美味しくない、展開お互いだらつぐだぐだしてきた。これ大竜巻戻れない、正面投げが通る。さあ、モンドケンガー、モンドケンガーどうする。あさあ、モンドさんね、大金星ですね、勝ったのはモンドさんです。さあ、お次はマサトさん対タカさんですね。これゼロ回戦なんですけど、ちょっとね、先にやった方が良かったかなと思いますけども、まあ、じゃんけんお願いしますね。まあ、ワンピーツーピー決めるだけなんですけど、タカさん、あ、マサトさん対タカさんなんですよ。あれ、そう、マサトさん対タカさんゼロ回戦なんですよね。はい、マサトさんとあれ高さやと思ってたんですよ。すいません、ワンピース B、ここはね、ここがあるんで。はい、すいません、な、何もね、ちょっとね、まだまだ良くない人ばっかなんでね、申し訳ないです。はい、あ、そうや、これ見るの忘れてましたね。皆さん抱負を書いてくれてるんですけど、皆さん抱負、あ、そうか、ダットリー対ダットリー、今日はダットリー3人ですね。さあ、どっちがどっち、ワンピーガーが MST ですね。今 MST ダットリー、もちろんダットリー、タカさんもダットリー。さあ、坂道中盤、おっと、ここでカニパン、おっと、安いか、フォーク中盤、大パン。さあ、実はマサトさんは、あ、MST さんはヒューゴ使いなんですよね。でもなんか今日ヒューゴ一人いてるからおもんねって言ってなんかダトリにしたみたいなんですけど、ダトリ何人、3人です、ダトリ3人いますね、とか言いながらコーンが刺さってる。さあ、今さっき MST さんがね、あの、ターゲット知らないって言ってたんですけど、やっぱりね、みんな知ってる、ダートはみんな知ってますよね。ダート中盤はもちろんみんな知ってる、標準装備ですね、世界共通語ですね。さあ、そんなこと言ってる間に、ターゲットしかしてねえじゃねえかよ。ね、これはどうですかね、ノーキャラクソゲーですよね。
やりたくないです。見てる限りは面白いです。まあ、攻撃系のローキャラもめっちゃ面白いですけど、ね、ある意味面白いとしか言いようがないですね。これは美味しいですね。あー、使った。あれ返された。これは痛い。あるよくある。はいはい。あ、生きてる。素晴らしい。弱魔神勝ったのはタカさんですね。じゃあお次はドンクサイさん対俺ですね。あ、そうですか。あ、そうです、すいません、間違えました。次は403さん対タカさんですね。タカさん連戦です。申し訳ないです。連戦でお願いします。申し訳ないです。さあさあね、ヨマルさん、オロですね。いやー、新車でオロ、これはちょっとなかなか手だれであることと違うんですね。まあ、天狗士天狗ですね。いっちょもんじゃろ。あ、そうなんですか。あー、なんかそれはやってみましたね。でもなんかフォークでなんかヤギをちょっと減らしてみたいなやつなんですけど、まあ結局ハネですね。パスですね。なるほどね。すみません、アイスさん結構見たことあるんですか。あ、動画トモちゃん対黒人さんみたいな。アイスさんとかそこら辺が、まあまあまあ、全然わからないですね。あ、投げかボール。あえてもリードはオロですね。だるいでしょうね。あっとコース、あー、多分チームがね使ったんでね、あら、あ、動きにくいですかね、あれはね。降りてくる。ああ、そんなこと、そんなこと言ってる間にえらいことになっちゃった。昇竜通った、ワンチャン通って。しゃがみだしゃがみ大金から前は中フィニッシュですね。ああ、もう神々です、申し訳ないです。はい、一本選手はタカさんですね。ゲージがなくなってしまったオロだけど、そんなん関係ないですね。攻めではいいんですよ。お、うまい、うまいですね、今のは。いいですね、ですね。あ、俺絶対食らいますね、あれ。あ、これはいやらしいですね。あ、チュンっていうだけでよくあります、よくあること。フォーク、フォークじゃない、台形投げ、歩き投げ、強気。あ、今のは強気に行くところですね。体力もありますからね。さあ1対1最終ラウンド、両者ゲージがないけど先に溜まるのはどっちなんでしょう。まあどう考えてもダトリなんですけど、おっと取れない。あれダメージ、あれ結構、あれあれなんでこうなってるの。おっと補正切り狙ったけどちょっと止め危ねたか。投げ押してる。さあ、おちゃんのなかった。タカさんの強気ですね。いい勝利でしたね。勝ったのはタカさんのダトリー。連戦ですが申し訳ないですね。ありがとうございます。はい、じゃあ気を取り直して次はドン対さん対キューボー玉ねぎですね。はい、じゃあツムンさんお願いします。